本日ここに国を守るという重い責任をその創建に担う幹部諸君を前に直接に話をする機会を持つことができ誠に喜ばしく思いますまずはじめに最高指揮官たる内閣総理大臣として日頃から国を守る気概を胸に秘め常に緊張感を持って職務に当たっている諸君に 新人なるとと感謝を表したいと思い思ます今、我が国を取り巻く安全保障環境は、かつてなく不透明さを増していることは、皆さんにあえて申し上げるまでもありません。人工衛星と称するミサイルを発射するとともに、核開発を行う北朝鮮、軍事力を増強し、周辺海域で活発な活動を続ける、 中国、同じく極東地域での活動を活発化させるロシア、世界全体を見渡せば、テロリズムの脅威や大量破壊兵器の拡散といった事態も看過できません。こうした状況は、われわれにとって何を意味しているのでしょうか。それは、自衛隊の負うべき責任と 自衛隊に託されるる期待がかつててななくく大きくなっているといととうことであります自衛隊の負うべき責任、それは我が国の独立と平和を守り、国民の生命、財産を守るということです。そのために有事に備えるということです。東日本大震災にあたって、随所で、 想定外という言葉が語られましたしかし、皆さんは国家の安全を守る最後のよりどころです。国防に想定外という言葉は許されません。我が国の周辺環境の冷徹な分析、動的防衛力を裏付ける各種装備や体制の充実、 日米同盟の進化発展をはじめとする各国との信頼関係の増進、国際的な平和協力活動による世界への貢献、そして日々の警戒監視とたゆまぬ自己鍛錬、そうした自衛隊の持てる能力を最大限に発揮する努力を尽くし、日々の備えに万全を期して、 いかねばなりませんその大きな責任をそれぞれの司で担っているのがここに集う幹部諸君でありますその責任の重さを改めて肝に銘じていただきたいと思いますそして同時に皆さんは部下の隊員を統率する責任も負っています組織や 部隊を動かし、究極的には部下の命さえも預かる立場にあります。リーダーたる皆さんに何よりも求められるのは、部下との厚い信頼の絆で結ばれることです。やってみせ、言って聞かせてさせてみせ、褒めてやらねば人は動かち、かつて山本五十六が、 残した言葉と言われますが、その言葉には続きがあります。やっている姿を感謝で見守って、信頼せねば人は実ならず、リーダーは、毅然とした態度でやるべきことを率先推飯する、そして、感謝と信頼の心で部下と結び合う。このこのととはぜひも 心にとどめておいていただきたいと思います自衛隊の追っている責任の大きさは国民から託される期待と信頼の大きさの裏返しです戦後67年自衛隊の在り方をめぐってはさまざまな議論がありましたその推移を幹部諸君はこれまで肌で感じてきたはずですしかし今 多くの国民が自衛隊とその活動ぶりに大きな信頼を寄せるに至っていますこれは諸君のこれまでのひたむきな努力と実践が実を結んだ結果でもあります私は国民の自衛隊への期待と信頼を確かなものとするには国民に寄り添うという真摯な姿勢が不可欠であると考えています 東日本大震災での諸君らの活躍は実に目覚ましいものがありました10万人規模の災害派遣は実に整然と展開され極限的な状況の下でも被災者に対する思いやりを失わずさらには亡くなられた人に対しても例を失わないものでした災害の多い日本においてこれからも どこかで災害派遣を求められるでしょうその際には常に被災者の心に寄り添う支援に努めてほしいと思います一方で先日防衛省の関係部署が当局の捜査を受けたことは本当に残念です一部の者の行為が自衛隊全体への信頼を 傷つけかねないことを肝に銘じ一層の規律の保持に取り組んでほしいと思います国民の心に寄り添いその大きな期待に応え果たすべき責任を毅然として果たしていくそうした国家の守護神であってほしい日本国の誇りを体現する存在であってほしいそして。 誰からも愛され、頼られる自衛隊であり続けてほしい、そうした私の心の奥底から湧き上がる自衛隊と幹部諸君に対する感謝と期待と信頼の念を改めて申し上げて、私からの幹部諸君への訓示といたします。平成24年9月11日、内閣総理大臣野田彦。